はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ミートのひろやす様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。10月1日日曜日、今週の日曜日ですね。外国人実習制度廃止デモ開催、東池袋中央公園、巣鴨プリズン跡サンシャイン60のに隣接しております。13時30分集合。早めに来られた方は上りの組み立てをお手伝いください。旗ですね、外国人実習制度を廃止しろ、外国人を奴隷にするな、これ言われた方外文悪いよな、聞くんじゃないか。あー、これ言われると自民党が、主に自民党、不法滞在は犯罪だ、犯罪を許さないぞ、不法滞在を許さないぞ、難民偽装を許さないぞ、みたいなことを言おうかな。皆様は、おーでいいですかね、おーで。許さないぞーばっかりですけれども、まあ、よく聞き取れない場合があるんで、皆さんは、そうだーとか、おーでいいですからね。千葉でベトナム人窃盗団13名を逮捕。ほぼ全員が、実習生として来日、失踪、不法滞在者にジョブチェンジした連中だそうであります。日本は平和で居心地が良かったとか言ってんだって腹立つわ。被害件数440件、被害総額6500万円。銚子市でやってたらしいんですけれども、銚子市では空き巣被害が相次いでいたということで、まあ、警察も本気出したのかな。実習制度のせいで、毎年こんなのが数千人ずつ増えんですよ。数千人ずつ失踪してるんですから。一説では1万人って話もありますね。日本にはトータルで32万人ぐらい、実習生が来てて、いて、そのうち1万人弱が失踪するんだから、結構な割合ですよね。2% ぐらいは失踪しちゃって、不法滞在者になるっていう割合になるんですね。世論です。どうすんだこれ。どうせ埼玉のクルド人みたいに全員不起訴になるんだろう。盗んだ金を祖国に送金、親孝行。お前らがその平和を壊しているんだ。日本は平和だっちゅうけど、こいつらが平和壊してんだよね。ベトナム人、ありがとう自民党。ちゃんと強制送還してくれよな。犯罪者に居心地がいいと言われるのはなかなかの屈辱。これはいかん。日本を危険で居心地の悪い国にしなくては。昨日喋ったですね、外国人が被害者の場合は捜査しない。で、警察が発表すればですね、日本人がこういうのを罰することができますね。逆違い法権。試験ですけども、実習生を続ける限り、こんなのが毎年数千人、地下潜伏中の不法滞在者24万人突破しちゃって、どうすんだこれ。自民党どうすんのこれ。不法滞在と私立雇うのは違法なんで、まともに働けるわけもなく、生活費稼ぎに空き巣や作物泥棒を繰り返すと、だってしゃあないわね。まともに働くとこ不法滞在だからないんだからね。こいつらも13人が窃盗団を形成してたみたいなんですけれども、で分業とかやってたんだろうな。作物泥棒は実行犯と監禁犯の分業で犯罪組織化してるみたいだし、岸田総理の弟が実習生の窓口会社やって儲けてんですよね。岸田が総理のうちは実習制度やめそうにないんすけど、というわけで実習制度廃止でもやります。皆さん来てねー。来てね。許せねえからね。泥棒が居心地がいいなんて、舐め腐りやがってね。許せんから。増税メガネ、106万円の壁を是正するため金を配ります。経営者、労働者、ややこしいわ。ガソリン、電気、ガス、全部補助金。批判通貨非難合々でありました。世論です。本当に無能だよな。早くやめてくれ。結局人口減少がどうとかどうでもよくて、企業に補助金流したいだけ。消費税の導入時は税の複雑さの整理解消も謳ってたはずだが、複雑回帰になるばかり。減税は死んでもいいや。財務省に言われたことを理解せず話してるだけだろ。血税ばらまきおじさんと。
なんか古き屋敷自民党が戻ってきたなと思ったら宏池会か、自民党にはですね、あの選挙でしか鉄槌下せないんで、皆様よくお考えください。地方議会の選挙結果もですね、割と気にすんで、毎週にある、毎週のようにあるですね、あの地方選挙でもよくお考えくださいね。いい人だからとか、世話になったからとか、飲んだことがあるからとかで地方議員投票しちゃダメだぞ。ありがちですけどね。日本 LGBT 連合会、性転換手術なしでも戸籍の性別変更を可能にしろ。手術強要は人権侵害。現在は手術しないと戸籍の性別変更できません。反応です。勝手なこと言うな。それもただの趣味でしょ。現行法で十分。なんでそんなに戸籍変えたいわけ。法律家は何やってんの。現状のままでよい。ごくごく一部のために大多数の人間に不便を強いるなよ。何様だよ。都合のいいとこだけ利用しようってか。手術しないなら不便を承知で生活しろよ。要は自称で男にも女にもなりたいってわけね。ヤフコメはですね、あの現状維持が優勢。当事者も同意見、であります。ヤフコメはあのだいぶ左がかってますけれども、それでも現状維持優勢。自称でコロコロ性別変えられたら戸籍混乱しますよ。それともそれ狙ってんのかな、あの社会の混乱狙ってんのかな。手術したくないなら戸籍変えることも諦めろよ。それに見合うコストを払う気がないんだったらね。寿司食って金は払いたくないって浅ましい連中だなーって。戸籍の性別なんでかんで変えたいんだ、だったらそれに見合うコスト払えってね、あの手術するっていう危険を覚悟しろ。それを差し出せっていうことなんだ。ごくごく一部、一体何人いんだってね。100人中、それで悩む人一体何人いんだ。ごくごく一部でしょ。配慮してですね、全体に影響がある決まり事を変えんな。マツコデラックスでも、3つでもそんなこと言わねえんじゃねえの。戸籍男のまんま楽しく暮らしてんじゃねえのか。ずうずうしい要求ばっかしてると属性ごと排斥食らえますよこれ。当事者は活動家をたしなめた方がええよこれ。ちょっと私らの肩身狭くなっから変なこと言わないでちょうだい。ずうずうしい要求しないでちょうだい。で、たしなめた方がいいと思います。あとですね、不法滞在者を合法滞在者の外国人が擁護するのはまずいぞ。ギャグだと、一緒くたにされて、一緒に排斥される羽目になったらどうすんだ。それにね、自分は合法で、滞在してんのに、不法滞在者を、許せっていうのは不公平でしょ。自分は合法で滞在してんのにさ、そんなの関係なしに許してやれなっていうのは不公平でしょ。自分らもだから合法滞在者、外国人はデモに参加するように実施制度やめろっつってね。沖縄県仰天の判断、最高裁判決に従わない。これ県が承認、辺野古のですね工事の承認出さないのはダメだっていう最高裁判決出たんです。それには従わない。仰天の判断、反応です。対応を検討する、素直に承認するかしないだけで検討の余地なんかないだろう。琉球王は日本の法を無視してよい。独立国家の国王にでもなった気分なんだろうな。地方交付税交付金打ち切りで最高裁で勝ったから沖縄無視して進めていいはずだよ。いや、最高裁で敗訴したなら従えよ、さすがに。まあデニーはですね、支持者向けに精一杯の抵抗のポーズ見せないといけないんだろうけど、これなんかの罰則ないの？法に従わないの罰則ないのかっていう、食らわしてやりたいですね。県知事ともあろうものが法律軽視でさ、これリニアでもそうだけど、国家事業は自治体の意向を無視できるように法改正した方がいいんでは？公共の福祉を優先して強制執行できるとかね。沖縄に自治させんの早かったんじゃねえの？何年か前にアメリカから戻ってきたけど、早かったんじゃねえのか？沖縄特別区にして政府直轄市にしてですね、大韓派遣でいいんじゃないのか？地方自治ってたまにろくなの、ろくでもないことやりますよね。北海道のアイヌ利権であるとか、
赤字続きで、そもそも必要なかったんじゃないの、茨城に空港なんて言って批判がある茨城空港とか、始めはずね、外国人と強制よとか言ってた川口市長とか、ソーラー義務付けの東京都とかね、あとは未遂に終わったけど武蔵野市の外国人住民投票であるとか、あとは市職員の国籍条項撤廃しちゃった川崎市であるとか、まだまだいっぱいありますよ、変なことやってる自治体ね。特にですね、スウェーデン、1000万人、より人口多い東京なんかが変なことやるとですね、国家レベルの大惨事になるんですよ。人口30万ぐらいの自治体が一番効率いいそうで、リスク回避のため全部小上げにしちゃったっていう持論を持っております。私は豊島県であるとか板橋県であるとか、そのぐらいの自治体だったら変なことやっても被害小さいからね。世界192カ国のうち東京より人口が少ない国は119、過半数より多い、過半数という驚愕の事実、皆さんご存知だったでしょうか。東京巨大すぎんだよね、自治体としてはですね。これは国家の中の国家みたいで、中央集権国家を揺らがす存在なんじゃないか。ひょっとしたら巨大な自治体、巨大すぎる自治体ってね。私はそういう意味で巨大すぎる自治体に反対しております。よってですね、議員と役人のポストを増やすだけの同州制も反対であります。だって東京、神奈川、千葉、埼玉で関東州とか作ったとすんじゃん。したらね、都議会、埼玉県議会、神奈川県議会、千葉県議会はそのままで、その上に関東州議会っていうのができて、関東州知事みたいなのできて、ポスト増えるだけ。あと官僚も役人も増えるだけ。あとはなんすか、どっからどこまで県の区分なんだ、州の区分なんだ、ややこしくなるだけだったら国と豊島県すっきりですよね。国と板橋県すっきりですよね。こっちの方がいいんだねの、私はそういう持論を持っております。というわけで10月1日、外国人実習制度廃止でも皆様ご参加よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。